はい、どうもみなさん、こんばんは。BC スウェルワイドリフト部門 ADC 担当のビビロイルことふみやっちょです。えー、今回は、現在開催中のワイドリフト世界大会アイコンズ2 0 2 2のえ日本の1位戦国ゲーミング VSEU1 位スペイン代表のチームクエストの出会いを見ていきます。そしてその動画を一緒に見てくださるゲストの方はこの方です。はい、どうも、みなさんお久しぶりです。BBJ です。よろしくお願いします。 お久しぶりですよ、ジェリーさん。何しよったんですか、今まで。いや、お久しぶりですね。いや、ほんま、ほんまお久しぶりってほんま、もう、お久しぶりすぎて困るわ、お言うて、ほんまに。お前、配信しようや、言うてな。配信またしたいな。いや、ほんま、一緒にしようや。うん。しよう。<laughs> っていうね、話もまあ、ありますけれどもね。まあね、早速ね、試合を見ていきたいと思います。えー、戦国と TQ ね。 戦国対ですいいな熱いですよこれで、あれですね、あのどっちもルーザーズに一回グループ世事を落ちて、<ー>っていうところで、次勝ったらまた、あ RRQ、のー。R R ああ、また競合やな。と戦う試合になりますと。楽しみや。楽しみやで、ほんまにこれ。ほんま、勝ってもらわない言うてな、ほんまに。見とるの面白いもんな。リーダー自分がプレイしなくても、やっぱロールって。 もう日本代表が出とるってだけでおもろいそれはおもろいほんまにうもうワン選手の顔ももう <laughs> ありがとうやでほんまに <laughs> ありがとうすぎてま出 <laughs>、ま、たやりたいわこれ俺もかっこええなこうやってやっぱ出とったら代表としてでもう俺も投げ,投げキスしたいめちゃくちゃ b c 2ルでよそで b c エルとりあえず b c エルというかビビロイヤルはさその世界大会ちょっと盛り上げようにちょっと呼んでくれんかなここの席に ここの席に俺呼んでくれ言うで席用意してもらおうとかおい一人で一人席用意してもらえときたいわバンピ、まあほいでほ<ー>いでほいでバンピックですよ<ー>でまあ SG がシェン・ンセナ・ユーミでチ、うん、ームクエストがリーシンとエコーとエコー,そうエコーがねちょっとまあなんでなんだろうみたいな苦手意識があるチームがあるんかな そうそうそうまあねこの TQ がこの1個前の試合で J チームと当たった時にエコーを取られてクアドラギル取られてもうメンタル折れたから多分ちょっとエコー版なのかなっていう嫌、うんうん、な印象もあるもんなまあねやっぱこうそうしかもめっちゃ勝ちかけとったんやその試合っていうところでエコーがそのもうクロノブレイクつってク,ロノクアドラと取ったから、うんうん、このイメージかな やっぱ結構、バンピックも用意しとったものと変わる時あるもんな、いざやっう,とっうん、全然変わるね。やっぱ世界大会、その大会始まってすぐ変わるもんな。あで、あでユーミネまあで、多分、シェン取られと、バンされたのは、やっぱ高校のこの2ピックでカジックス取って、そうやなでカジそう。カジックスがサイドに振りつつ、シェンが動きが強いっていうのと、で、バンで、まあ、瀬名はまあね、順当かなと。で、まあ、カミールとか取りたいから、やっぱファーストを。 カミール、バンアイされなかったら取るっていうので、セナをバンしてで、弓はワンチャンあるから、まあ、ワンチャンキャラやもんな、こいつ逆転はそうやな。セットで出てくるんだな、めんどくさいもんな。うん、キャリージャングルとね。ジグス。うん。まあ、リーシン抵抗はあれやんな。まあ、リーシンとカルマは、まあ、割と、うん、まあ、ラッシュが最ン得意やし、やカルマは普通にサポーで強いからで。まあ、カジックスなんで。うんうん、まあね、カミールって取って、で、ジェイス・後期結構これもまあ、ありがちなピックではある。ポーク構成でな。 うん、そうでカミールはもうシンプルにめちゃくちゃ強い。今あのー、最初はナーフであんまり出てこんかったけど、この時点で35戦の、の65.71%の勝率となっている超 OP ピックです。な超でもカミールっていうジャンプは、ねね、やっぱ中の人にやっぱ結構左右されるからな、でも言うでもんそうね結構ミクロ大事もあるしね、<ー>やっぱ序盤ちょっと弱くなってるから、中<ー>盤のスケールに向けてっていうところで分からないように。 でそうこのリベンもこのカミールがここの台頭してきたことによって、ねね、カウンターって感じで評価が上がってきてるピックですとトップでねこうちょっと有利対面っていうのとあ、ねまあ、スケール勝負ができるっていうところでそうだったら手つけれへんしな、うん、そうそう暴れてるのもめちゃくちゃあるしねただまあでも結局なレイトはカミールの方がちょっと強いみたいなとこあるから。 あーこうリベン取るときは、ちょっとそのサイドは結構集中的にミントいけんっていうところはある。まあ確かにうんで、そうね、まあ、ジグスはね、結局、世界大会最初の方出てなかったけど、結局ダメージ出るし、強いわってなってね、これも結構 OP ピックかなと。まあオブジェクト、タワー取るのも早いし。うんでもメガインフェルノボブでカバーもできるしね、うん、これも強い。 信じまあ、グラガスまあ相手ね、こういう筋はサポ取ってないからサポ番っていうところでミッドはね、特にもう相手その結構 AB を置くこと多いけどまあ、JS もいないしルシアンは結構ワナピックみたいなとこあるからあ<ー>あ特にバンもせずってサポ番多いねそうやなまあその下のよ、うん、インシエト カナは多分気にしとるの、アリスタグラがね。結構、エンゲージ系をバンしてって感じ。で、まあ、新人はね、まあ、結構、まあ、新人もなんかね、あんまうまく使えとるチーム、オっとでもルル、ルルル<ー>ルルルルルル,ルルルですか。ル,ルルってことは、まあ、<イ>ン <laughs> いや、これ、フェインになると、ちょっと、構成が苦しいから、 うん、まあジャングルにハードキャリー見るか、前、うん、方多分後期や。かうん、そうね。うん、かーだからこ、トップリベンのミッドジェイス、ボト、後期でジャングル強いの取るかっていうところが、うん、まあ割でフレックス聞いてるから、ちょっと、ビッグの予想はちょっと難しいけど、ゼ,<ロ>れゼドで、ゼドいいやん、ゼド A やん。 ねもうジェリーといえばゼドやからね。<laughs> まあこのゼド・ジェイスってかなり熱いマッチアップやから。でもね、どっちも今、ハルブレツんで、ええ<ー>。コーなバチバチなところもあるし。見どころあるな。いいでねン、うん、あれ、いいね、このガリオン。ガリオン、ね、今イ、うん、イニシエト。イニシエトもできるし。ハ、まあ、ミル・ガリオンのね、もうイニシエからの。フロントもな、割と晴れるっていうところで。うんこれ じゃあこっちのラストピックが気になるな結構フロント役が欲しいかなっていう気がするけどレネクトンレネ,レ,ネレネクってことはだからジャングルがリベンジャングルリベンやなジャングルリベンかルルレネク、まあ、リベンバックキャリー,ーじゃないとなんか試合は成立しなさそうな、うん なんかこう仕掛けた時にルルルとでちょっと何だろう前線張りつつエンゲージできるっていうのができないと <laughs>、うん、どっちかというとレネックピックするってことは多分まあ、耐えどっちかと,と耐えましょうみたいな感じだいぶにも強いしうんまあだいぶもしてリベン育ててリベンを育てたからルルとのそのシナジーでなんか暴れるっていう感じかなち PQ の構成だから本当に結構リベンこのトップだったりのまあ強さを生かしてこうリベンで有利取っていかないといけないんだけど一応トップもカ紙ル取れてるからやっぱ逃げ性能もあるしダイブだったりのいうとこでどういう感じで試合を作るのかは、うん、PQ の構成としてはちょっと難しそうに見えるかなまあジョバンのジャングルやっぱカジックス最初弱いいからそこを 2> の2人になれば多分勝てると思うな、ね、レネックディベントすごい強力なラインうんか確からもう一瞬で落とせるし、ねうん、CC で私結構序盤から動かしていかないとルルが本当に腐るというかそうやな右は結構アーリー。うん みたいなゲームうーんそうね、アーリーからちょっと作っていかないと、<ー>ただ、ルルってやっぱこう、今、トップで、トップゲームするチームが多いから、うん、レベル5だったりのタイミングでトップに行くことがめっちゃ多いんだけど、うん、そこで行ったときに、ちょっとあまりにも体が弱すぎるっていう気はいないでもないかなと。SG は結構、スケールがいいよね、シンプル。 こうゼドだったりカミルが育つともう相手スプリットに多分対応できないしまあジグスも無難にネオイダメージ出るし、うん、カジクスももちろんスケールしていくしそうそうもうねやっぱもう13レベルとかなってもうピョンピョン飛びねてる俺はもうラ<ー>ッシュがもう <laughs> ラッシュピョンピョンが見たいよ俺はこれいや俺はやっぱゼド舞うとこ見たいないや確かにまたゼドもさ結構育ってないときついみたいなとこあるやんれアサシンできんから <laughs> ゼドとやっぱこうカミールがこう腐らず、ぼちぼち育っていくっていう構成を SG は取りたいかなと<う>まあ,あとジグスだしねカバーもできるしトップレーンとかにガリオでカバー行かせることもできるから、まあ、ちょっと5のタイミングとかでこうレネクとリベン合わせてだいぶとか出てくる可能性もあるからそこでガリオウルと合わせたいかなっていう気も確かにちょっとしますね。連戦はは、えーまあ、ゼドはもちろん押される、うん まあ、しボットもちょっと押されるかな、このマッチアップは。コ、まあ、後期がやっぱ強い、連戦も強い、ちょっとぼちぼち強いっていうのがね。あ、じゃ両デュオレーン、これ、アイテムが TQ の方が有利なんや。ちょっと有利やな。あそうなんや、まあ。ミッドの2には、あ、これな、この。カニーホロームー。やっぱでもミッドの主導権ってところはやっぱ大切にしてるけど。 確かに高級品もカニ取ったな。経験値減ったしまああげたんかなあげたんかなどっちかっていうと、イメージ的には、リベンに何でも食べさせるみたいな感じかと思ったけど。まあそうね、序盤はね、ちょっとリベンにお金渡したいみたいな。ああ、強い。w いやこれ痛いんだなぁ、それだいや、これキルライン、ちょっとキルライン見えてますよ、これ。 イイグナイトもあああありまますからえずねいいねでもこのジェイスに対してミッドの主導権取れてるってのはめっちゃあめっちゃでかいと思うめっちゃでかいこれリベンアクションしにくくなるからいいじゃないですかこれ逆に取りたかったな何が何でも向こう、うん、の主導権ジェイスだしね、うん、結構レーンの主導権一対一だと取れるイメージがあ,<ー>あそこのこうジャングル寄ってきたタイミングとかも、あのー、1好き3好きなの なバインってやつ二枚に入ったらもうそれだけでヘルストレート終わるしそうやなこの辺のやっぱねやっぱこういう細かいとこ SG うまいんやてうまいな細かいな今のかなり細かいけどもろいやもろいやもん SG なあまた頑張りやもんね結局この細かい有利ほんまそうちっちゃいとこちっちゃいとこなんですよそのそれもう荷物もればスティオマジで切り積もる大きなやもんなここはな 大きだよねこれこれは完全ルルロームしてきたまおまだだかこうなった時に別になんか大してよならまあまあ確かに怖くないねルルが来てもなんか落としは切れんかもしれんけどこっちが仕掛けた時になんか別それでなんかねルルに落とされるってことがないからブラシとかもうんこれはちょっとなルルとかのむずいとこサミットかなり圧かかるまあゼロウルト持っとるからまあ あれやろないろいろやったらもうどんどんどん使っていこうみたいな、うん、やっぱねこのタイミングとかでなゼドにやっぱ入るとなぜスプリット強くなるしいやでもやっぱちょっとネネク強いですねこの時間この時間はネネク強いなこの4分の段階のこのレベル5、うん、一番怖いからトップレーン、うん、確かネネクセベくの怒りフラッシュインするぞこれこれめっちゃうまいなこのサポの動きうん いいね早い、あれがこれ,これでもう確かにこれガリオがこのミッドに寄ってるからもう,もうカミールも怖,怖くないもんな、結局うん。いやいでいすね、いいですね、いいですね。ドアップも早い。お互いアクション起こそうとしてるけど、まあカバーの動きが早くて、うん、まあまあ、おっ、近くだ。ただ、この時間帯の。おっ、ナイス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 。 この時間帯のカミールってやっぱヘクステックアルティメーターのものをでもあの CD じゃなくて持続時間が短くなってるから結構逃げ切られること多くて他のチームとかもレあのカミールインからガンクしてるんだけど結構逃げれたのに今レネク頑張れば逃げれそうやったけどもう美味しいねこれは美味しい本当にもうねこの中盤以降はもうカミールですからまあでも言うて あでも先タッチうん髪ルートなしレネックルートないもんなまだレネックがウルトないとねパッケージあるからちょっと時間は潰したい気は相手からしたらレネックのウルトないしちょっと行きたくもないみたいなあ,あとフロントがわからんからねルールやから うん結構この時間帯は本当トにネクのウルトからちょっとフロントしてもらうっていうのが大事な時間だと思うし、うん、そこからリベンが入ってそ,次その次からリベンがフロント張るみたいな感じでやりたいから、まあ、ガリオがちょっと怖いよなまだウルトがないと、うん、やらかい,からい,いですねこれあ後期のパッケージも終わってるもん俺<あ>はそうですね触ってもよさそうでこうやって睨み合っとけばジグスが強いんよな,ーうない無理やりいい 4枚ノッのカップ4枚ノックアップいやよりやなよりの速度がああでもう、えーんフラッシュ切らされてるのがでかいこれジブスも使わないねいヘラルド獲得か、えーまああ光輝が取ってるわ、えー、あースティールはされちゃったか ここのでも思いきりのいいいいなこれいや強るるりこんこ <な S 2> ういうことか<ー>いやでもこれまあ最初にラッシュがやっぱライブしてライだいぶ,だいぶガンクでやっぱウルトとかも落としててレーンの主導権が上入る側にあったのがマジで大きかったねそうやなあれレネク寄ってきてたら多分普通に本当にトに突の寄りの差で いーこれは。あ、うまい。スタンをウルトでかわした。あ、うまいな、これは。うまい、しかも今ミニオン止めてたから。いや、今のはまじ、いいっすね。解散。しかも解散、いいっすね。うまい。うまい。せずに。ね、この間に。カジックスドラゴン獲得したな。はい、二枚。うん。え、ミット、間に合うか、これ。あ、ーし、よし、十六。 いや、あるあるやな、止めてくれよ、止めてくれよ、いや、でも、カイさんやっぱうまいな、今のさっきの対応、しっかりミニオンもさ、だいぶされるの分かってたから、前でちょっと止めて、いや、いいっすね、いいっすね、いいっすね、で、ガリオも上に寄っとったよな、ちょっと、あのタイミングで、うん、いいや。 わかるなやっぱそういうねやっぱ細かいそのサポートの寄りだったりとかね、<ー>そういうところうまいんですよ、みんな。どこ,ううこみんな注目して見ていってください。で、まあ、上下チェンジか、カミールと相手も合わせて。前まあやっぱでサイドに出た時のこのダイブアクションが強いから、P q 側もしっかりそのジャングルの入り口ってとこにワードも置いてますね。うん、に対してちょっと こ,このワードのとこだとあんまり置けてないかな。も本当に手前にしか置けてないね。うん。TQ アクション早いな。うん。これ分かってるよね。<あ>こ<れ>徹底的に髪色方面うん。え、でもそしたらな。上<が>見えたらもう言う<ー>ってあげてみたいなとこあるけどな。はい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 。おお、ギリギリまで受け止めるけど。はいはい <laughs> 勝ったジェイスハルブレえ、落ちひんのや、今の。うベージョス、一番うまいや、今の。うん、もう宇宙や今の <laughs> も。バリアなかったんか、今の。バリアなくて、あの傘はやばない。いや、ハルブレのあれやな。ああ、こっちでも。ああ、でも。ああ、ガリオーノールトが。ああ、うまい、リメ。 ミここスを全部吐かされたあとにもうん、うん、会話いった無理でしょうやないいねこうカジックスが育ってる利点が出てるね<ー>やっぱり削れてるねシンプルに、まあ、最初のヘラルドファイトもね言うてキル取られたけどカジックスにお金入ってるからやうんうんはいいね作りやすそうどっちかって、ね、い、はい、うとリベンの方がもっときたいもんなここの時間うんそうね やっぱカジクソボコりたいもんねこの時間はまだ、うん。さっきの本当カミルのウルトのタイミングでガリオが多分カジに打っちゃったのかな？かな？多分。うん、それでちょっとでカミルガリオが綺麗に決まってなかった。まあ、決まってても落とせたかって言ったら怪しいけど。うん、えでもこれガリオのウルトないけどどうするんだろう。でもこれそろそろ多分もうレネクトンレーンが苦しいかなスプリ。ット の。カミルに対してカミルか育ってるしね。で、カジックスが上に取る。これキッはさすがに切るラインまで行くともう。絶対アルティメントあるし。ナイスナイス上の歯車見てあげて。まあリベンがカバーくるけど、強いカジックス球。ええ海だね、しねえよ、こいつ。カバーってこれは戦国ゲーミング、延長できるんじゃないか いやいいねいいねいいね <laughs> いや火事強いなマジでド、まあ、削れてるけど、まあ、ミッドの白点、うん、取れてるからねでしかこうなったらジグス強いしガリオのウルトも開くしもう、うん、いや順調順調よ順調よこれでトップのタワーも,ーもうこれタワーのあれ一気に進むなおおだいぶ どうにゃでもこれはさすがにああまあまあまあ無駄な時間を使わないとうん、まあ、下が狙われてるしねそこのカウンターで大丈夫かなリデンプいやー強い <laughs> 強いああちょっと のにミニアの助に使えたからあーでもこういうそうこうよね結局結局今度ロマクロがなうんもう上で動かして相手がカウンターで下行くならミッドおりますけど<ー>っていうのがいいよねヘラルド取れた時のやっぱさっきのレネコ追いかけてない多分レネコ追いかけてキル取れたんやけどうんまあそれよりかはその下のアクションでミッドタワーを見たかったの SG、うん、はうんうんそう,、ね、うんうん多分あと4枚かけてくるかなっていうことで いいやや。うまいな、マクロが。早い、やっぱ世界大会になると。ねもうセットアップバリアやんか。バリアやほんまに。なんなら六人ぐらい俺るも恐おそろけたらみんなベースおるもんな、まだ多分。何そうかな、大道ぐらいもん、多分。インドショッピング中やな。おっ、仕掛けのんや。うん、ベニュー入った。これでも勝てるんじゃないイメン強っ。 ああでもどうだいや、でもアグロピーかなり綺麗に。まあでもジグス、えー、ジグスああ、一気にやっぱぽい。カジ残ったの怖いぞ、ジグスもフルヘルス。こっからまだあるで。うーん。あ<れ>いや、これカジ13レベルやったらな今、今や,やばかったな。今もうあのなかレネック取った瞬間もう怖かったな。後期,<ー>後期ル,ルルポンポンポンやったのに。上<ー>でも強いなー、えー、EQ も。 あのルルートが結構刺さってるなポ、うん、ッカプで,でジグスのダメージやっぱ一気にシェードしたときはな柔らかいから、うん、落ちるよないやこれマジ13やったこの2枚いけるのにな欲、うん、しい欲しいなまあでもドレイクは SG か、うん、取れてるから取っとっるからもうジグスお前 5500g ダメージ取るやんダメージ 5500ダメージはもうやばいやん。出る時間ちゃうやん、まだ。いやいや、もうやっとデスキャップ入ったとこやん。<laughs> 強すぎやるジグス。さすがワンさんのノーデッドや、ね、いやすごいな、ジグスのノーデッドって難しい。ゼーゾンダメージ。うん、からのアルティメット。おっ<ー>、こ<金>れるやろ。<ー>うえい。何に支えたのカジ、カジが待って暴れてない。カジくさばるとるジェイスが。<laughs> ジェイスが。映ってすらない、もうちょっとしか。 結局うまいよなこういうとこもそのミッドに寄ってくれやろって思ってブルーバーフンところで借られとるもんな結局うん寄ろうとしとったもんな,なん多分ジグスもあれタワーも取ってといいやいええやミッドのこの指導やっぱタワー折れたのでかいなこれは多分ミッドタワー折れたらまじすぐサードのタワー折れる,もん、ね、折れるしかもここからどっちかっていうともう SG が一方的に構成的には有利になるんじゃないかなって そうね、だってジェイスじゃかジェイストレネクじゃあカミールゼドのスプリット止めれないでしょ。うん、私やっぱフロントがいないのがうわつよ。これも無理やな。うわついよ。<laughs> なんかさっきの集団戦もちょっとあったけどやっぱフロントがね、はい、いないからやっぱリメンからも一気にゴリゴリっと行くしかないね。そうやな。いや苦しいな。うん。 リベンのフラッシュ取れたらめっちゃでかいな、フラッシュシーンするしかなさそうだしここからもバロン側の視界を切って、うん、圧かけていってって感じかな、SG はどうなろうね,そうね、もう両サイド押しつつ、もう視界取って相手がちょっとな、そのズレがあって、なんか人数差とかあったらもう一手に襲いかかる感じだろう。 とあれやなカミールでカミールサイドでフォローに行かないんだねあでもジェイス潰そうとしょんからもやっぱシンプルにうんレネクやったら逃げられるしなもう一回私、まあ、ミッドもやっぱこう主導権取れてるからちょっとぐらい反対でアクション起こしても間に合うよ、ね、うんでも火事が見えてないから相手は向こうにおると思っとんかもな、うん、そうねまあでもジェイスしっかりワードを受け取るな クロンプのとこにあうまいでも映らへんようにでカジが顔出したーもあうんまあターギブしようっていう感じまあここでレネクトンが何か食べれてミニオン食べれてってもな感はあるようなレ、まあ、ネグが今からちょっと育ったとて、うん 試合を逆転するほどのパワーはないよ。そうやな。もうほぼジャングルさやん、これ。すごいな。でこのラッシュ選手のさ、彼の稼ぎ方、マジうまいよな、ね。えぐい、ほんまにえぐい。<laughs> いっつも一番思っとるもんな。結構パッチも変わってきてな、稼ぎにくいんやけど。いや強い <laughs> ベカバーしいつもと一万6000円やで今ああグーとかもえぐいよね、ええ、グーとか使ってる時もちゃんと右側の視界も取りつつさあ,あドライクいくこのでエルダー枠ってなったらこのスプリットが強いなやっぱりスプリットできるってのは カジックスがめっちゃ育っとるから、まあ、仕掛けるのもありやな。やうお怖<わ> <laughs> っとおととと。これ別に仕掛けなくてもさそうやに、ね、ゼドうん、ゼドが合わせてるしね。うん ハルブレイカーの強さやでてロのでも相手もドラゴンにしかいがないからカジックスがやっとんじゃないかっていうこれこの場面やったな、うん、見えとるけどさ上から全部、うん、相手視点がないと怖いよなこうやっカジやからなめっちゃ速い,いやーいい仕掛けさあ仕掛けたうーちょっとパッケージやったけどいやー強いわあーこれああカジやカジや,やもうこれカジや,やもうカジやこれ。 え、<laughs> 攻撃でもす撃強い。おいおいおいおお、カジ持って。もう上でもゼロが先に寄ってきとる相手のリベンより。なリベオンも強いなね。リベオンお強い。ゼイ強い。ゼイ強い。強いまあグッドゲームかな。うん、やっぱよかったね序盤から。まあ結局カジックスがそのままスケッチャッた、うん、しちゃったっていうままそのはまあそういうふうにしたんやろうけど。 うん、まあ、ゲームプラン通りって感じやなそうねでリベンは逆に TQ はリベンが育てなかったから、うん、結局集団戦のイニシエートができずにみたいな集団戦が, <laughs> がもうアグロピンポンがうまいもう TQ うまかったよ途中のあのドラゴンうんアグロ、ね、やっぱ思いっきりの仕掛けも良さも良かったしそこから続くでリベンもなずっと生きてたしうま、ん、かったね やっぱ世界大会になったらさこう構成通りの戦いを結構するから、うん、面白いよなそうねみとっても、うん、大体想定と合うもんねビ、うん、ッグの,ッのはいそれでは総評の方に移らせていただきたいと思いますはい,はいあ総評なんですけど SG はまあこう序盤からこう有利取られずに進めることができたかなとこうなんか自分たちの,この強い時間帯というん、ところまでこう まあオブジェクトが湧く前だったりにこうトップで1回アクションを起こしてでヘラルドを先にこう有利にセットアップすることができてまあそのヘラルド取得からこうタワーにつなげてまあジャングルだったりまあトップミットお金が必要なところにしっかりお金を流せて自分たちの有利な形で試合を進めることができたのが良かったかなと思いますいや間違いないですねいやほんまにもう丁寧や丁寧れ丁寧やったね <laughs> 難しいことやけどそれがうーん でで逆 TQ は僕の感想なんですけどやっぱりその試合中も言ってた通りであのリベンがやっぱ序盤からもう少しスケールできたらなよ、うん、かったかなっていう部分とあと、まあ、ポーク構成一応ジェイスとコウキもいたんでもう,もうちょっとポーク前言っもジグスを追ってジグス一人にちょっと負けちゃったのはもったいなかったなって思ったんですけど。 でも、その中でもやっぱリベン、あのヘラルド戦かな、リベンとルルの使って、ね、深しきドラゴンの2ドラ目のとこかな。やっぱ、世界大会を実感したっていう、あれはある。いや、そうやで、ほんまに。ヘラルドもドラゴンもあったね、そのいい、なんか、思い切りのいい演芸じゃ結構、リベン側からすると、皆さんも分かると思うんですけど、怖い、怖かったりするじゃないですか、一瞬でやっぱ解けるキャラなんで。う そこをやっぱりうまく合わせてやっぱさすが感はあったかな、うん。そうね、本当お金持ってたらね、怖かったっていう部分はあったかなと思います。うん、ありがとうございます、はい、っていうことで、この試合のちょっとターニングポイント。ンントどこだったかっていうところで、ちょっと見ていきたいんですけど、うん、まあ自分はまあこう、まあ、1個目のヘラルド取られちゃったとろでことで、う2個目のヘラルドのとこかなと。うんうんうん 流していきますとままあこうまず見合うっていう形になったんですけどミッドでこで,で1回こうトップにアクションしたとまず、うん、でこう落としきってうまいでこれでそう相手後期のパッケージあったらもうここで有利に使えずにこれでもうヘラルドファイター無理になって、まあ、ヘラルド取得しますと、うん、でなった後のその後のまあ動きですねここもヘラルド取ってからのまあタワーのローテーション まあ、トップを追ってから次ミッドをってっていうのでやっぱこうミッドのジグスとかフォークエキキャラがいるときにこうミッド取ってっていう動きが <laughs> うんこの辺のマクロが本当に綺麗だったからめちゃくちゃう手かった、うん、そうここも、ね、そう言ってたけど追わずに逆に TQ がこう下側でアクションを起こしてるのに対してもうすぐにミッド <laughs> すぐにミッドに行ってこ,うでこうタイムもうまいよね解散さんの、はい、4枚やからもだいぶされてもおかしくないのなんなら削るからね本当に ここタワーを取ったっていうところが一番のターニングポイントだったかなと思います。まなリコール相ば見えて、ねうん、ここはかなり動いたと思う。うん、ここでこう火事にもお金入るし、うん、あいい,っていうところかなと思います。はい。いい,です,い,いです。ということで、まあ、本当にご視聴ありがとうございました。ということで、チャンネル登録と、ね、高評価。 ツイッターのフォローなんかもね、よろしくお願いいたします。とい。うとところあと、ワイルドリフトのこう世界大会アイコンズ2022っていうのが今も開催中となっておりまして。でこう、概要欄にも記載のこう BC セール YouTube チャンネルにてウォッチパーティー開催中ですのでぜ、ね、ぜひね、お会いしましょう。あとね、僕の他のね、動画とかも上げてますので、よかったら見てください。はい、えー。それでは、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。2戦目でまたお会いしましょう。バイバイ。バイバイ